思ったより車止まってますね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあということですね。はい、本日はここどこですか。ここは千葉県の市川にある、大軽園というところで、やってまいりました。僕のイメージとしては、ドキュンの巣窟です。日本一クレーンゲームが取りやすいという、ゲームセンターが24時間やってるね。なるほど。チョモの誕生日なんでね、好きなもん取ってプレゼントしたいなと思って。なるほど。やったぜ。いっぱい取ってもらおう。俺も久々に来たし、どんな感じなのか、うん、ちょっと巡りながら、OK、行きたいと思いますんで、レッツゴー。着いた途端車暴走してたし、やばかったなあれ。なんなん。うん、ま、ちょっと引いてんけどね。見てこれ、ドキュンの巣窟。ぴったり甘い。え、大剣ですね。いや、すげえわ。あ、バッティングセンター普通に音してるやん。やってるな。11時以降って書いてたの。11時じゃない、13時以降って書いてたのね。日曜やから。そうかな。やばいな、入り口。ワーニングって書いてるんで。うわー、やば。ワーニングって危険ですからね。そう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 。本当にいいよ。すごいな、これが東急の巣窟。やばいね。ヘリポータルで。あ、本当にあるみたいよ。あ、マジで、うん、すげえ。ここが噂の何でも撮れるとこ。何でも撮れる24時間オープンのゲームセンター。やばいちょっと外回ってみる。ちょっとぐるっと歩いてみる。そうね、バスケとかもできるで。お、あ、ここにヘリ止まるってこと。そう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 、ここにヘリポートがある。すげえやん、無駄にアメリカンな感じ。ねえ、すごいな。この前横須賀行ったけど、横須賀より超アメリカンやん。横須賀いいとこやね、俺も大好きなんや。一旦ここが全部ってこと。ここがまあ中央みたいな感じかな。なるほど。噛んでこそ、こんなすごいよ。なるほど、やばいね。やばいね。じゃあちょっとちょっと遊んでいきましょうか。ゲーゼン入ってみましょうか。めっちゃおしっこ行きたいね。おお、射的。12秒間が半端じゃない。めっちゃ広くない？上とかも。あ、すげえ。ここ走んの？あ、ゴーカートや。うわ、結構本格的やね。1時からか。いや、普通にここで休憩できるんだ。おー、いいね。昔 B ダッシュがここで PV 撮ってたの。へえ。ナレーション入れてもらわなあかんやつやで。あ、2階は何これ、見るだけか。上から眺めれるってこと。おうおう、ちょっと全体像。すげえ。Thank you.
現実的な感じ。俺ちょっと初めてかも、こういう質のところに。そうやね、だからゲーセンはゲーセンやけど、うん、ちょっとすごい、ちょっとすごい、なんかちょっとディープだよね。いや、ほんまに、うん、まあ、ちょっとね、あの動画の冒頭でも言った通り、あのくるちゃんが今日誕生日祝いにいっぱい撮ってくれるみたいなんで、何でも好きなもん撮るやん。もう生活雑貨からもう食べ物、そんなんもあるね。いや、なんでもあることない。この規模なんでね。じゃあちょっと今から一発、くるちゃんに UFO キャッチャー話してもらおうと思います。いきまーす。じゃあなんか欲しいのあれば。ああ、選んでいいの。ああ、どうぞどうぞ。両替しないといけない。本当に誕生日おめでとう。ありがとう。やばきものくん、やばい。これ欲しいかもしれない。ちょっと両替する。汚ねえとこ取んなよ。モンスターキャップ。モンスターキャップさすがにかぶらんな。これ取りやすいっていうのはどういうことなん？バーが強いってこと？ちょっとだから甘いんじゃない？その、ね、東京のクレーンゲームはもうガチガチに緩いじゃん。あ、そうね、触るぐらいもんな。そうやな、絶対ワンプレイ200円。まあまあする。あのね、あの大切なことを忘れてまして、 ATM 行くの忘れて2000円しかありませんけど。2000円なんか取れる。どっちがいい？なんで？どっちがいい？あ、そういうことか。奥のやつわかんのか。あ、わからん。じゃあ俺この猫の方、うん、じゃあ行きたいと思います。どういうことか。さあ、だからグルちゃんがクレーンゲームに挑戦です。あ、間違えた。もう間違えた。マジでか、それマジか。愛を取り戻せ。ちょっと待って。もう猫ちゃんもう一回だけ貸して。ちょっと手前で行きます。噂と違うぞこれ。ちょっと他のも言いましょうか。 OK どうなってんだ。どうなってんの。見せてもらおうか。じゃあ、くるちゃんがあのモンスターキャップ取ってくれたら、俺これからくるちゃんもの撮影は半分はあれかぶろう。半分はなるほど。半分は俺、超キャップ似合わんけど。あ、そう。モンスターキャップかぶろう。俺じゃあ、グレーか、俺こっちかどっちでもいいや。ほんと簡単に取れたら、くるちゃん、ヒョウ柄。そうやね。え、これ奥まで行かないんだけど。こっちしか行けないっぽい。なるほど。ちょっとなんかグレーの方が似合いそうだなって。そうね。はぁ、そういう感じか。素早いぞ。なるほど。ちょっとこれ俺も撮りたいから、俺がクールちゃんのヒョウ柄のやつ撮るじゃん。あー、これ難しいぜ。
そうやな。お金の似合うつもらなかったです。汚いとこ取んじゃねえよ。俺は500円でロックプレイやるよ。お、なるほど、賢い。あれ、そういうこと。500円ダマで入れなあかんってことか、これ。え、そうなんだ。500円ダマで両替できるんだよ。ふざけんなよ。まあいいや。おっ、おー、いい感じ。これでもさ、あれじゃない、裏返った方がつかみやすいとかそういうのはないの。これ結構むずいね。これほんまに日本一取れるんかい、ここ。いやー難しいね。あっこまで行ってもうたらちょっときついな。きついな。なるほどな、なるほどな。無理やな、これ。なるほど、あっちゅう間に500円飲まれたね。あと2回。これラスト。マジ？マジで取りました。欲し、一番欲しくないやつ取りました。はい、はい、ということでですね、あの関東一、あのクレーンゲームが取りやすいゲーセン大ゲームに来ましたし、お互い、あの合計3000円くらい。そう、1500円ずつ使いましたね。取れたのはこれだけです。ナイスキャッ。今日ちゃんが取ってくれます。今日の企画としては、ジョンの誕生日に何でも好きなんだよっていう感じだったんですけど、なんか俺の俺が被るものだけを終わります。ジョンちゃん、誕生日おめでとう。ということで、千葉県市川にある大慶園、ドキュンの聖地、大慶園から、いや、大慶園行ったことあるよって方は、ぜひチャンネル登録よろしくね。